中の中で示されている州は通常を含まれているが、車線の州はディープサウスの一部に含まれない場合もある。ディープサウスはアメリカ合衆国南部の中の文化的、地理的な海地域区分であり、植民地時代以後に拡張された南北戦争以前の時代の南部の州の区分とは異なる。この用語には様々な定義が存在する。ディープサウスは通常、ルイジアナ州、 ミシシッピ州、アラバマ州、ジョージア州、サウスカロライナ州の5州に対する言葉として定義され、また、ミズーリ州、ケンタッキー州、ウェストバージニア州、デラウェア州を含む、境界州やフロリダ州やテキサス州の周辺の南部州とははっきりと異なる。また、アーカンソー州、テネシー州、ノースカロライナ州、バージニア州のアップランドサウスはディープサウスとは、 明確に異なる、もう一つの南部の地域である、ディープサウスの2006年、の人口はおよそ2100万人とみられている。フロリダ州は、地理的に、最南端の州ではあるものの、第二次世界大戦後、他の地域から、南フロリダへのかなりの量の移住者がいることから、現代のディープサウスの用語の使用から除外されることがある。しかしながら、州の一部、とりわけ、 パンハンドル地域と北部地域はおそらく南部に含むことが可能である。20世紀前半のジョージア州アトランタと戦後のノースカロライナ州シャーロット、フロリダ州ウォーランド、フロリダ州ジャクソンビルなどの南部州の都市部エリアも経済的機会と温暖な気候を求めてやってきた移民の波を吸収してきた。この移住は 地域の明確ないくつかの文化的特徴を薄めてきた一方で様々な文化的伝統の混合は例えばルイジアナ州ニューオーリンズやアラバマ州バーミングハムがそうであったように南部の特徴のある都市文化には不可欠な要素でもあるとも言える19世紀と20世紀の大半はディープサウスは南北戦争においてオールドサウスの経済を壊滅させた北の団体として 共和党をライバル視し、圧倒的多数で民主党を支持してきた。しかしながら、1960年代に民主党が公民権運動の支持を表明すると、南部民主党員は次々と共和党に倶り替えし、以来ジョージア州出身のジミー・カーターが民主党の指名を受けた1976年の選挙の時を除き、ディープサウスは共和党候補に投票する傾向を強めてきた。 1990年代から多くの政治的な場において、例えばもう一人のジョージア人で一度会議長になった共和党のニュート・ギングリッチなど、引き続き共和党候補の支持へとシフトしている。ありがとうございます。